ロテル。なになに？ルナです。カノです。ノアです。始まりました。TGC。イエーイ。はい、今回の企画は、卓球対決。急ですね、はい、だいぶ急ですけど、はい、得意ですか卓球は。高校生の時に体育の授業で何回かやっただけ、うん、それな、今できるかどうか分かんない。全然できないと思う、ね、練習ありなのかなこれって。ちょっと一回やりたいね。やってみよう。うん、てかさ TGC のここにさ卓球台があることがびっくりなんだけど私的にまあそんなことさておき、はい、早速やっていきたいと思います。はい、はいはい、まだチャンネル登録がお済みじゃない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。それでは動画スタート。じゃあルールを説明いたします。はい、こちら7点先に取った人が勝ちで、もう総当たり、もうみんな1回ずつ私たちみんなやるから一番勝った数が多い人が勝ちみたいな感じ。オッケーでやります。はいはい、もう本当に7ポイント選手なので先に7点取ったら勝ちです。はい、いいですか早速皆さん。はい、はい、じゃあ用意スタート。はい、やばい。はい、ノアの1点。うわっ、当たり前。そんなことある。やばいやばい。いいよ。あ、はい、ノアです。やばいやばい。キュッ。やばい。危ねえ。リからやる。はい、じゃあリからいきます。さっきの、はい、しりとりしてね。しりとりして。リンゴこっち切って。できない。始まらない。こっち切ってない。これじゃない。これでもできないもん。リからいきます、うん、リンゴリンパ。よかった。
なんだこれ面白い。をしてみたんですけど、1回戦目も2回戦目もノアの勝ちということで、ノアの卓球王です。よかった。今日から君は卓球王になりました。もう全然卓球できるわけじゃないんだけどね。でもカナはすごい変化球がすごい多かったよ。急だな、取れない取れない、難しすぎたね。でもこの2人のラリーめっちゃ良かった。見てても楽しかった。楽しかった、うん、ね、うん。いやもう今度リナも、ね、いるときはみんなで4人でやってみましょう、うん、はい、チーム戦とかもできるし、普通の卓球じゃなくてしりとりとかあったら楽しかったね。そうだね。まあ今回はこんな感じでノアが卓球王ということで終わりです。終わりです。はい、今回も最後までこの動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。